今日ちょっとマイクめんどくさいんでつけたいんだけども、小屋がですねいい感じに仕上がってきたんで、まあ、そろそろ見せよっかなみたいな感じで思って動画撮ってます。はい、こんな感じです。いろいろ検討した結果、まあ、こういう感じで落ち着きました。まあ、まだ完全体ではないんだけど、とりあえずこんな感じでやっていこうかなっていう、これをベースにちょっとね、完成という、ひとまず完成ということにさせてください。はい、ご案内します。さあ、ということで参ります。こんな感じでですね、一応マイ自転車小屋を作りました。まあ、最初前に自転車置いてあったんだけど、ちょっとデッドスペースが多くてもったいないんじゃないってうちの奥さんに言われて、まあ、確かにその通りだなと思ってこっちに移しました。で、そのおかげで L 字でこうがっつりこう荷物とかいろいろ置けるようにしたっていう感じですね。はい。で、ここに置いてるバイクは全部で4台です。他にもバイクあるんだけども、一応一軍のバイクをここに置いてます。はい。他のバイクはまたねちょっと別の場所にまあ保管はしてるんだけども、まあとりあえずこんな感じで、アレイに関しては僕のローラー専用として使ってるので、まあ室内に置いてます。まあトレックで結構密な、かなりぎゅうぎゅう詰めにしてます。なぜかというと、この幅的にはあと置けても1台で、僕あと1台フルサスのマウンテンが欲しいので、それ用にここを開けてます。はい。なのでここはまあマックスでもまあ5台かななんて思ってます。で、まだ置いてないんだけど、ここのスペースに棚作ってヘルメットとか置いてもいいかなみたいないうふうに思ってます。で、ここは僕のまあ好きな料理グッズをたくさん置いてます。キャンプ飯チャンネルあるんですけど、全然更新できてなくて、引っ越すまでその料理できる場所がなくてなんだけど、ようやく準備できたんでまた復活しようかなと思ってます。まあこんな感じでロッチのスキレットがあったり、これはなんかうちの妹からいただいたその銅でできてるフライパン、これもその鉄のフライパン、めちゃくちゃ分厚くていいフライパン、フライパンっていうかまあ鉄板なんだけど、でバウルの、まあ、まあこんな感じでちょっとこう少しずつ増えたらなんかあれやこれやと置こうかなみたいな。で、この辺はとりあえずよく使うものをあれやこれやと置いてます。このコンロとかよく使うし、まあこの辺はなんかおしゃれかなと思って置いてみてます。はい。この辺はまだ決まってないです、正直。もうちょっとなんかできると思う。で、ここにまあキャンプでよく使うそのグッズを置いてます。で、ここに僕の実家に封印してた、まあ、筋トレグッズですね、この辺置いてます。また筋トレ始めようかなと思って、実家にずっと置いてあったものをちょっと引っ張り出して小屋に置いてます。はい。で、ここにはまあ正直ちょっとかっこよく置ききれなかったものを置いてます。まあこういうキャンプグッズ運ぶようなものとか、この椅子なんかはねここじゃなくてもいいんだけど、まあスノーピークのこの椅子、この椅子とかはよく庭で使うのでやったりとか。で、これはまあエプロンとその耐熱のグローブっていうかなんていうんですか。で、この辺はまあ工具関連をメインに置いてます。この和風の謎のシールがあるけど、まあこの辺に僕まあいろいろこう工具とか、まあ工具っても自転車の工具以外のものもたくさん入ってます。ね、シールとかベタベタちょっと貼りまくっちゃってるんだけど、基本的に青いのがその自転車以外の工具で、赤いのがまあ自転車用の工具たくさん入ってるって感じですね。で、この辺はまあインパクトがあったりいろいろあるんですけども、これは釣り道具、もうちょっとこれねかっこよく飾りたいですね。で、この辺のキャンプグッズは自転車の時によく使うキャンプグッズ、メインで使う一軍のものですね。はい。他のキャンプグッズはまた別のところに保管してます。で、このヘリノックスの、V タープ、まあちょっと前に買ったんですけども、まだレビューとか全然してなくてあれなんだけど、まあこれは見栄えがいいし収まりがいいのでここに置いてるって感じですね。で、上ですね、これはねサバゲーグッズですね。こんな感じでいろいろなんやかんや買い揃えまして、まあ用意してます。これなんかね、レックマウントさんからいただいたやつで、ありがとうございますって感じで、すげえ嬉しい。このベストとシャツと、なんか、
ズボン全部この迷彩同じ色ですね。はい、でここはちょっとまあこれってとりあえず置いといただけなんだけど、まあちょっとこの辺ももうちょっと綺麗にやりたいんですが、電源はねもう通してあるんですよ。ここに電気ここに通してるんで、ここでまあまだこれ貼ってない位置をちょっとまだねベストな位置を探してるとこなんだけど、まあ USB をたくさんつけてマイクロ USB つけて、まあサイコンとかライトとかをここで充電できるようにしようかなと思ってスペースを空けてます。はい、まあこういう LED とかまあいわゆるここは電気系のものを充電とかするためのスペースで、この小屋のまあ主ね、ミシュランビバンダムくんですね。はい、で一応まあこの電源上にもつけやすいように、もし足りなかった場合万が一ね、例えば他になんかこう扇風機つけるとか仮に、まあなんか一応電源は上にも用意してるって感じですね。でここにまあ先日購入した HK416 ですね、ちょっといろいろいじったんですけども、まあこういうものを一応ね、本当はこれをさこういうところにこうバーンって飾ったらかっこいいなと思ってんだけど、まだちょっとその飾るためのものがないので、とりあえずここにポンと置いてます。で、これは僕の欲しいラブ4プライムに貼ろうかなと思ってずっと温めてるゆるキャンの防水シール。で、この中に、この中には、まあその、ちょっと暗くてよく見えないかもしれないんだけど、こういう時にこれか、まあこの中にそのあんま使わないやつを自転車グッズをとりあえず置いてます。ちょっとね汚いんでまだ整理整頓ができてないって感じ。ちなみにこれ一応クーラーボックスですね。僕の昔の実家の動画とかをよく見てる方だったらこの箱額のねボックス懐かしいと思う方もいるかもしれない。はい、実家から持ってきました。はいって感じで、まだまだ全然この完全体ではないんだけど、まあ、とりあえずちょっと形にはなりました。で、下には導線確保するために、もう綺麗にというか、その、なるべくないものを置かずに。で、上のライトは、これはちょっと贅沢しちゃいました。このブランドですね。ベアボーンズっていうのかな？このブランドの、まあ、USB タイプのものをこう引っ張って、釘で、まあ、ちょっと、固定して、で上にバンドみたいのを上にこんな感じで固定して、そのまま下に下ろすという感じで、あんまりこうなんだろう、まあもっとこうね中に埋め込んだりとかしたらかっこいいかもしれないんだけど、これもすぐにこう取り外すこととかもできるので、まあ割と雰囲気もいいのかなみたいな。で外から見た時もね、ちょっとこうなんとなくこう雰囲気が良さげで明るくていいなという感じです。まあこの辺も全部 USB なんでここに全部つながってますねてな感じで、まああとはこの辺にこうなんかエロイカのなんかもらった缶を潰してやったりとか、まあちょっとこういうのをもっともっとね増やして、もうちょっとこう男の部屋感を出したいんだけど、まあまだちょっとその辺ができてないって感じかな。はい、ということでとりあえずですね、こんな感じで男の部屋じゃないけども自転車小屋的なものをねとりあえず完成という感じで完成させることができました。はい、いろいろこう試行錯誤したんだけど、まあ今のところこれがかなりしっくりきてます、ね、自転車も取り出しやすいし、まあキャンプグッズもね取り出しやすいし、まあ大好きな料理なんかもねすぐにできるという感じですね。一応完成です。はい、ありがとうございます。まあまあそのここは正直移住スペースではないんですよね。あ、ちなみにここね、この穴気づいた方もいるかもしれないですけど、これ、ね、ログが欠けててですね、今度補強します。はい、まあここはね移住スペースではなくて、まあ倉庫なんですよね一応。だからそのとはいえなんか稲葉の倉庫みたいなちょっとこう味のない感じって言っちゃ失礼だけど、まあ、いわゆるロマンを求めちゃっておしゃれ倉庫にしたいなと思ってこんな感じでちょっとね今回組んでみました。はい、まあまあまあ僕は割と気に入ってます。まあそのこの夏めちゃくちゃ暑くなってどこまで耐えられるかそこだけが心配かな。まあもしちょっとこれやべえなって感じ、例えばなんかね、バイクがめちゃくちゃ調子悪くなっちゃうとか、いろいろ機材が
調子悪くなっちゃうとかそういうのがあれば、空調もね考えようと思うけど、一旦この夏様子見てって感じですね。まあそんな感じで結構全部で3回ね動画撮ったけど、いろんな人にこうね手伝ってもらって、もう一人じゃこれ絶対無理なんで、本当にサイクリングマンと加藤さんには感謝感謝って感じですね。まあうちの奥さんもね一緒に塗ってくれて本当にありがとうございましたって感じです。はい、ということで、まあ小屋初公開でした。ありがとうございました。すげえいいじゃんと思った方、ぜひねグッドボタンよろしくお願いします。お疲れ様でした。